どうも、バイオリニストの倉田里乃です。今日はファーストポジションで弾く音階をレッスンしていきたいと思います。基本的に使っている教材はカールフレッシュっていう教材とオノアンナっていう教材を使っているんだけど、今日はファーストポジションっていうことなのでオノアンナの教材でやっていきたいと思います。今日は都庁長の音階でやっていきたいんだけど、まず、都庁長ゲードアはファにシャープがつく音階です。今日は都庁長でやっていきましょう。まず、音階をする上で、大切なポイントの一つ目が、楽器を弾く前はちゃんとリラックスできているかを確認しましょう。その時に確認するのが、肩がリラックスできてるかっていうことと、姿勢はお腹が出すぎたり引っ込みすぎたりしてないかっていうことと、8の字にね足がなっているかを確認して構えましょう。それではまず私が弾いていきます。常に意識することがとても大事です。その時に弓の自分が持っている形が、ちゃんとしているかっていうことを確認して、例えば突っ張っていないかとか、そういうことを意識することはとても大事で、このボーイングをする時に滑らかに音が、流れているかっていうことがを見ると、分かりやすいと思います。ポイント3つ目が、音階を弾くときは必ず全球全部の弓を使って弾くことがとっても大事です。こんな感じで さっきまで するときに、今は一つずつ弾いたんだけど、こういう感じで一つの弓に四つの音を入れることもあるんだよね。で、そのときちゃんと弓配分が1つ2つ3つ4つ目で均等になってるかを意識することはとっても大事です。そうじゃないと、とかって弓が足りなくなってしまうと曲を弾く時にもコントロール弓ができなくなってしまうので、音階では絶対に基礎を身につけることが大事だから、絶対に均等にできるような練習をすることが大切。ポイント4つ目は、音階は必ず、音程をずっと聞きながら、することがマストで必要なんだけど、その時に、重音で音程を確かめるってことがとっても大事です。例えば、都庁長で言うと、この3から01ってなるところがあるでしょ。で、
冷戦、アーセンのこうやってチェックしたりとかで、和声の響きが合ってるかなって確認するとか、どんなところでもいいんだけど、どこでもいいんだけど、例えばファからだとファってなってるところは、ここで4度を確認したり、この響き、これはとっても難しいから、ちょっと中級上級者向けのことを今言ったんだけど、その、重音にして音程を合わせていくことによって、とても、響きが良くなっていくので、もし、できるんだったら、重音にしながら音程を確かめてみるのがとてもおすすめです。ポイント5つ目は、ゆっくりから、3段階くらいに分けてメトロノームを使っていくことがとっても大事です。で、音階をするときは基本的にメトロノームを、かけることをおすすめしてます。で、一番最初は、テンポ的に言うと、このぐらいゆっくりすると自分の音をしっかり聞くことができるよね。あとさっきも言ったように耳を均等にねするのも、しっかり確認することができる。で、じゃあできるようになったってなった後に、テンポを少しだけ上げる。その時は2つスラーとかで来ると、その後またテンポを上げて次4つスラっていう風にすると、正確なテンポっていうのが身についていくので、メトロノームでゆっくりから速くをやっていくのをおすすめしてます。で、中級者上級者の方が、それを次8個にしてみたりとか、16個にする、こういう風にやって速くするのも、いいと思います。ポイント6つ目が、音階を弾くときには、絶対にビブラートをかけないっていうのはとても大事です。どうしても弾いているといちいちかけたくなるじゃないですか。やった方がやっぱりいい音が出るからかけたくなるんだけど、絶対にかけない。で、なんでかけないかっていうと、本来の自分の音っていうのが色付けしてないね、音がを聞かないとやっぱり上達しないのね。なので、自分の本来の音をちゃんと聞くっていう場所なので、基礎を知るっていうところでは絶対にかけないっていうのがとっても大事になるので、こうやって、ビブラートをかけない中で、自分ができる最大にいい音を鳴らせるような工夫を、聞きながらすることが、上達につながると思います。ポイント7つ目が、左手の指なんだけど、指の形を、しっかり確認することが大事です。で、どういうことかっていうと、例えば、で弾くときにいちいちここをこういう風にしてしまうと、離してしまうと、こうやってやってしまうと、次自分がどこに行くかは、また探さなきゃいけないから、常に大体がこの弦の
上に行くことが理想です。で、ここをこういう風に離してしまわない、指の形がちゃんと指板の方向、これ指板って言うんだけど、指板の方向になるべく向いてるのが理想の形です。そういう風に、次の音を弾くときに次の音の準備をする。だから3を弾いてるときにも4の準備、2を弾いてるときに3の準備っていう風にやることはとっても大事です。ということで、今日はファーストポジションの音階をレッスンしました。今日言った7つのポイントをしっかり練習の時にすると基礎が身についてとっても良いと思うので、皆さんもやってみてください。それではまたね、バイバーイ。